どうも西田渉です。本日なんですけどもこちらでございます。ズミルックスの M35mm なんですけども、こちらスチールリムと申し上げまして、まあ、ズミルックスの 35mm の、まあ、ファーストかな、まあ、すごい名曲というか一番売れたモデルっていうのかな、まあ、それの復刻なんですよね。まあ、なかなか人気のあるレンズみたいでないなっていうところで、たまたま手に入ったっていうところで、ラッキーでございますっていうところで、開封といつも通りの作例でございますよね。なので、まあ、ここに関しては一度ね、ちょっとだけたまたまあるご縁でレンズをつけさせていただいて撮影したことがあったんですよ。ちょうど N 点だったかな、サインスだったかなぐらいの時に、で撮影させていただいて、 N 点か、自分がやった時に、で妻とかを撮ったんですけど、やっぱり独特の写りでね、まあオールドレンズですよ、写りがね、非常に面白い写りをするレンズのはず。そして、例えばですが絞り4568とかこの辺になってくるとキュッと現代っぽい写りにもなってくるはずなので、1レンズで2度おいしいような表現は多分できるはずなんですよね。なんでこの辺も非常に楽しみなレンズだなと思っておりまして、ラッキーですね、手に入ったっていうこと自体が。うしうしうし、あ、こういった巾着みたいなのが入ってますよ。なんかすごい埃だ。よいしょ。巾着みたいなのが入ってて、これにレンズ入れてくれって感じかな。あとはペラ類があったりって感じですかね。このペラなんだろう。M レンズの何かこう説明書みたいなのが各国で書かれてる感じですね。説明書があったり、これはまあ保証書的な感じですかね。保証書みたいな感じ。誰々さんが組み上げましたよってサインするんですよね。マイスター制度みたいな。でこれは一応、まあ、最近のね M 型レンズですげえ簡素化されてはいるんですが、ちょっとだけちょっと特別な雰囲気は演出されてますね。あのズマロンとかもね、ズマロン 28mm とかもね、なんかこう細長いねおしゃれなチョコレートが入ってそうなケースだったりして、それをこういう紐止めのやつを外してパカッと開けるみたいな、そういった衣装が施されてるんですよね。今回ねこれ、フードがね2種類あるっぽいんですよね。これとこちらとこのね金属でちゃんとできてるっていう感じですよね。これ2種類あるんですよね。多分元々のフードがどっちだったのかなっていう、なんかそれとあとはね、なんかまあこれはオフィシャルではまあ流されてないんですけれども、プロテクターつけてさらにそこにねじ込んでフードをつけると蹴られる説があるらしくて、なので意外とこのね現状、まあこれからライカも対応してくるんでしょうけど、なんだかね現状このレンズを運用する人は意外とフードをつけて運用する人はもしかしたら少ないのかもしれないっていう。しかも非球面レンズですから、まあ、コーティングとかもね、まあ、現代 の、まあ、なんていうのかな、その復刻だからコーティングは、まあ、ある程度しっかりしてるだろうけど、やっぱプロテクターつけときたいですよねっていうところで、この蓋とかもねこんな感じでカパッてこうかぶせ式ですね。ねじ込みとかっていうかこうただ単にかぶせるだけっていう感じですかね。どっちかはこれ爪かます式なのかな、これはねじ込みかな、なんかこれ爪かます式っぽいな、なんかどっかではまりそうな感じです。ちょっとここのが絞りはって感じですね。こうやってね、まあ、クリック感も悪くないですね。悪くない感じ。あとはここを押して回し始めるっていう、ここでカチッてロックがかかるので押して動かすっていう、こんな感じですかね。ロックがかかる。あとはこれはねじ込み式かな、あこれはねじ込み式っぽいな。なのでこれはねじ込み式なんですけども、プロテクターをつけてしまってプロテクターオンでねじ込むとここのフードがおそらく蹴られる説あり、多分ねこれをねじ込んでこれを入れてしまうと、フードが、プロテクターがねじ込めないっていうところになっているっていう、なんかそんな感じっぽいんですよね。ただこれ全体的にシルバーの筐体なので、まあ、ライカのオフィシャルのやつつけてもいいんですけども、まあ、大体それはプロテクター1万7000円ぐらいとかな、まあ、値段はいいとして、大体普段は健康のゼクロス使ってるんですよ。ゼクロスか、丸みのっていうね、ですが黒しかないんですよね。なのでこれ一応このマップカメラのやつこんな感じでつければ、まあ、一応しかもマップカメラ、まあ、ここのコーティングはねこれ1000円とかのやつなんでそんな良くないとは思うんですよ。ですがここマップカメラよくできてるのは、まあここに何にも文字入れてないんですよね。ゼクロスとかだったらこういう感じですごく性能は高いんですが金色で書かれてるんですよね。なのでちょっとライカのレンズとしてのバランスの色浮きとしては金だとね、黒金だとちょっとノリが違いますよね、やっぱね。
ていうところあったりするので、若干ねうってなる部分あるんですけれども、でもやっぱりこの健康のゼクロスは本当に優秀なのでね、さっと拭き取れますし、ですが今回このスチールリムって、まあ、ぶっちゃけですけどめちゃくちゃ映るレンズじゃないわけですよね。逆に言うと本当に映るレンズを求めるんだったら最新のズミルクスとか今紹介したアポズミとか使えばいいだけの話なんで、だからまあプロテクターにそこまでっていうところ、むしろこの見栄えの方を僕の中では重要視しようかなと。実はズマロンもシルバーで同じ用途でこのマップカメラのねこのプロテクター実は使ってるんですよね。でズマロンに関してはそんなに写りがね悪いって感じることはまずないですから、まあそういった意味でもこれで使っていけばいいかなと。おそらくですがここにオンザフードになると蹴られる説があるっていうところで、ここのプロテクターの分が逆にね、蹴られる説がっていうところが一つ問題じゃないかっていうところで、僕はまあ基本的に逆光とかでもね、まあ、入ってきちゃえばいいじゃないっていう思っているので、このまんまの運用でいこうかなと思っております。早速ちょっとつけてみようかなと思うんですけども、まずは M11 あたりにつけてみましょうかね。見栄えも含めて、まあ、黒シルバーってね、もう僕も、ズマロンでやってますが、まあやっぱりかっこいいですよね。単純に、佇まいがいいですよね。一応、仮にも F1.4 のレンズで 35mm で、この薄さと軽さ 200g ジャストらしいので、本当に持ってても軽いですね。もうもちろんバッテリーで 530g、200g で、730g で F1.4 の 35mm でございますよ。ね、この感じ素晴らしいのではないでしょうか。多分真鍮なのかな、アルミじゃなくて押して回すっていうところでね、まあこんな感じですよね。開放でせっかくなのでまずはサクッと撮ってみましょうか。もちろんそんなに寄れ、これそっかオールドレンズなんで1メーターまでしか寄れないっていうところで、普段だとね70センチぐらいなんですけれども、あでもね、あでもなんか自分の中で思いのほか、あ開放だけど F1.4 ですよねこれね、開放だけど、うん、なんか意外と芯食ってるなっていう感覚です。そうね、まあこれ背面モニターなのでね、あの実際にデータ見た時にどうなるかっていうところはありますので、まあボワーっとにじむ感じなんですよね。なので多分色修正とかもね多分出るはずなんですよ、周辺光量値とかね。なんで柔らかい低コントラストの表現だから、女性のポートレートとか意外とこれでモノクロームで撮るとか、モノクロとカラーでもまた全然ね表情が違ってくると思いますので、僕の場合今こちら、まあ嬉しいことに M11 モノクロームと普通のカラーの M11 がありますから、このね、スチールリムでカラーの写真とそしてモノクローム専用機で撮ったモノクロームの写真、それをそれぞれね撮ってきて作例としてご覧いただこうかなと思っておりますので、それでは撮ってまいります。はい、撮影してまいりました。スチールリムですね、これ F2 開放ぐらいかな、 F1.4 かな、ここにじみ分かります。一応センターはですねピンと合ったところはシャキッとまあ解像感を持って、出てくるんですが、これの手とかのこの辺の部分のにじみ分かります？これエフェクトで入れてるのではなく、もちろんね、なんていうのかな、ミスト系のフィルターつけてるわけではなく、ナチュラルでこういう風になります。なのでスキントーンの具合がね、女性のポートレートとか撮るときとかかなりいいレンズだろうなっていう風に思いますよね。これも F1.4 開放、この辺のすごいのが、普通こういうにじみが出るときって必然的に色修正が出てくるわけですよね。こことかもチェーン分かります？こういうときって絶対に紫とかの、まあ、パープルフリンジじゃないけども色修正が出るわけですよ。その色修正出ないのに、このにじみだけが残ってるっていうところで、かなりねこの不思議な玉っていうか、ここのボケ足の具合とかもね、まあ雑味っていうよりかは、まあこことかブルーのね、色白さ出てますけども、面白いレンズだなと思って、本当にこう癖になる玉っていう感じですよね。これが F2 でございます。ここの増面修差、増面の歪曲の修差ってにじみですよね。ここの具合とかこの辺がですね、これの白の部分もこれある程度、白飛びを抑えればここぐらいまで出てくるんですよね。でここのタクシー見てください。タクシーの部分に関してはエッジはちょっとふわっとしてるんですが、こういった文字の部分などに関してはね結構あのシャキッとしてるんですよね。このギャップがまた非常に面白くて、で色修正がやっぱ出ないから、本当に面白い表現、何とも言えない表現になってますよね。ソフトフィルターかけちゃうとこのタクシーまでもソフトになるんですが、
周辺だけに、なんだろうな、昔それこそサラダ油塗って、そこをにじませて周辺だけシャキッとさせるみたいなね、そういうなんか、癖玉の手法みたいな、わざとそういうエフェクトを入れたようなね、そんな気分にさせてくれる描写ですよね。これも F2 ぐらいです。もう本当に、これ M11 で撮ってるんですけども、現代の6000万画素センサー、まあ、要はソニーセンサーの最高峰ですよ。多分 M11 だから、その6000万画素センサーの中でも相当いい部分だけを、上半中からいい部分だけをぶっこ抜いて、最高峰のセンサー使ってるはずなんですけど、それでも、なんかリアルなネガ風っていう風になった時の表現って、なんか、僕もずっとね、10年以上にわたってフィルムを自分でペーパーに焼き付けたりしてね、暗室作業をしていたので、カラーペーパーも僕自身は焼いていたんですよ。なので昨今のフィルムブームっていうところに僕が乗っからない理由っていうか、やらない理由っていうのが、カラーペーパーも自分でやって初めてフィルムって完結できるんですよね。ペーパーにしてからっていう。データで、スキャンするんだったら、ぶっちゃけですけども意味がないっていうね、乱暴に聞こえるかもしれませんけど、わざわざね、フィルム1本2、3000円出して、現像入れて5000円で36枚で、で、しまいにはデータ化してるっていう、あのプリントにしてね、それをスキャンしてデータ化するんだったらまだしもなんですけども、まあ、それ考えると、このレンズ、スチールリム1本買って、M 型ライカにくっつけて撮っちゃえば、これまさにフィルムの表現ですよね。確かにちょっと柔らかい感じはあるので、もうちょっとだけ何がちかで、まあ、あと1段、F2.8 ぐらいまで絞り込めばフィルムの表現ですよ。これにじみが収まってきますからね。このいや面白いですよね。僕この写真かなり我ながら気に入っていて、このちょっとこう、これ夜なんですけれども、夜夕方ぐらいで、もうこの室内光ぐらいで構成してるんですが、この描写ですよね。いかがですかね。僕すごい好きだなって。これもそうなんです。これ F1.4 の開放なんですけれども、この、娘のこの帽子のエッジの、まあハロゲンライトが当たって滲んでるんですけど、まあここもね、下とかもちょっと滲んでるんだけど、嫌じゃないですよね。安っぽくない、何かこう上品な描写みたいな感じが伝わってくるんですよね。この辺の滲みとかもそうですが、天候源があればあるほど、この開放付近のこのレンズの描写がですね、すごく上質な感じになって、それでも芯は結構きっちりと改造してるから浮き立ってくる感じはありますよね。なんかね、ただ単に古いオールドレンズつけて撮ってるっていう感じではないんですよね。で、これですよ。今度は M11 モノクロームで撮りました。F8 まで絞り込めば、見てください。このディテール。このシャキッとした描写。インスタグラムの、これは僕のモノクロームの方のインスタグラムに上げてるので、そっち見てみてください。この、まあ、もちろんね、アポ済みとか、最新のズミルクスとかと比べると線は太いですよ。ですが、十分にしてダイナミックな、描写ができてますよね。これとかわざと F16 に絞り込んで、パンフォーカスで、手前から奥までバチッと合わせたんですけど、ダイナミックな描写得意ですよね。シャドウももちろんコントローラー効きますので、M11 のモノクロームともね、意外と相性がいい感じかなっていう。これ F2 で撮ってます。妻なんですけど、この光の部分のにじみですよね。この辺の描写。この辺のにじみとかがやっぱりね、すごくいいなっていう。F8、シャドウ部をどこまで起こすか、落とすかっていう。これはね、このデータを加工している模様、そして撮影の雰囲気の模様は、西田塾で、スナップ撮影の極意っていう形でね、西田塾の動画で出しておりますので、興味がある方は西田塾にご入会いただいて、このデータを作る過程、そして僕はどういった形で撮影していたのかっていうところがご覧いただけますので、ぜひ興味がある方は西田塾ご参加をお待ちしております。これは先ほどの部分を見上げたところですね。映っている鏡の部分っていう。ハイライトはね、飛んじゃっていたんですけれども、もう白が救えないなりに、周りの黒を締めることによってなんとか抑えて自分が見上げているカットを撮ってみました。ハイライトはね、やっぱり弱いので、この辺はちょっとアンダーで撮っていかざるを得ないかなっていう感じですね。白飛びはやっぱり他のレンズよりもより早い気がします。その代わりこういったね、ダイナミックな構成、ね、これ本当に35mm とは思えないようなワイドな構図に見えますよね。ここの R が効いてるんですけども、このここと白の部分の R がね、こう回転っていうかね、曲線が効いてるんですが、面白いですよね。グラデーションもきっちりとこの辺まで残ってますからね、この辺ね。面白い。はい、これも水平垂直を取って、どうだろう、これ、レンズの歪曲周差出てないかなっていうチェックをしましたが、もう完璧ですよね。バチーンとまっすぐ来てくれてるので、滲んだりはするんだけど、まっすぐなものはまっすぐしているっていう旧、昔ながらのレンズのね、色修正が出てもいいと。だけど
こういった歪曲収差だけは出さないぞっていうね、この雰囲気が逆にこういった僕が得意とする平面構成でパンフォーカスで見せていくときに非常に使いやすいんですよね。まっすぐなものがまっすぐ映ってくれることによって斜め構図に引っ張った時のダイナミズムが出てくるっていう、まっすぐなものが歪んでしまっているとですね、まあもちろん引き付け効果みたいな形で、フィッシュアイのような形でね狙うことも可能でありますが、やっぱり歪ませない方が僕はね好きなんですよね。はい、これも妻の、お撮影したんですが F2 ぐらいで背景ぼかしながらすごくね柔らかいトーンで作ってみました。もう本当にブラック&グレーっていう感じと、ヒストグラムの山がもういっぱいヒストグラムの山があるようなデータ作りをあえて、コントラストを強めずに作ってみました。これは結構強めにしてますね。この辺の光のちょっと優しいにじみ方、俗にこういうあのこう光棒が出にくい感じなんですよ。なので硬くない描写だけど、このビルのねシャキッとした映り込みのグラデーションとかも綺麗ですよね。この辺はもう完全に光の照り返しだったんですが、なんとかハイライトもデータ残ってくれてて、この辺のシャドウ部の部分の階調も残っている。まあ、この辺もギリ起こそうとも起こせると思うんですが、この辺の緻密なレンガの描写とかもいいですよね。この辺もね、インスタグラムに上げてますし、西田塾でデータの追い込んでる模様を、キャプチャー1のデータの作り方を、ここの画面をね、拾い上げて皆様にご覧いただいてますので、興味がある方はぜひ。このスローシャッターでね、やっていました。8分の1、15分の1ぐらいかな。これも15分の1ぐらいっていうところで、まあ、よくあるような手法ですよね。なので、これとか結構ね、F16 枚絞り込んでパンフォーカス作って、コントラストはね、まあまあ強くしたんですが、周辺光量がね、結構落ちるんですよ、このレンズ。なので、ビネットを逆に周辺光量をちょっと上げて、周辺だけを明るくしてね、そしてなるべくフラットな絵作りをしたかったので、こういう風に持っていきました。まあ、なんていうのかな、視線誘導的にはこっち、こうなので、ここからこっちなので、周辺を囲ってもいいんですが、わざとね、囲わずに、幾何学的に見せるために、わざと不平面のフラットな絵を作ったって感じですね。これもやっぱりね、今までのレンズと違うのはこの辺。ここがやっぱり滲むんですよね、ぼわーっと。F2 で撮ってます。ですが人物もギリ表情がわかるぐらいのシルエット感にわざとしていて、潰すことももちろん可能です。が、わざとね、このじわーっとぼわーっとしてみたっていう、このレンズ特有の描写なのかなっていう。やっぱこのエッジが柔らかく滲むっていうところが、本当にこの、何度も言いますか、女性のポートレートとかね、撮るときにこれ絶対面白いだろうなっていう。で結果的にはこういうねカリッカリしてないから、これオキピンのゾーンフォーカス、いつも僕がやる F16 に絞り込んでただ押すだけ、面で構成するようなねピントの取り方するとまた面白いんですよね。その代わりこういう暗い場所からの明るいところ、この明暗さに関してはもうこれ白飛び救えなかったです。これはまあしょうがないかなって感じですかね。こっちをまっつぶれどつぶれにしてここを救いながらっていうで、シャドウを起こしていくっていう方法もあるんですが、まあこれはこれでありかなと思ってね、昔のフィルム写真とこんな感じだったので、これはここにね喫煙所っていうところ、渋谷区の喫煙所なんで昔の写真に見えるけど今、まあ、令和って感じが伝わりますかねっていうような描写、渋谷とかも。なのでこれちょっとわざとノイズ入れました。ノイズ入れてより、写真ライク、ネガライクに持っていこうかなっていう、ね、ノイズの差はどのぐらいまでフィルムライクになるかなっていうところでやってみたんですが、かなりいい感じですよね。モノクロ描写がうまくできてるのかなっていうふうに思いました。なのでちょっとノイズ乗せてあげるだけで一気に、フィルム感出てきますね。これは、地下通路で F1.4 この辺にピント食わせてるおかげで、この辺にピント食わせたので、この辺に映ってる人とかもボワーっとなってくるんだけど、シャキシャキになってないんですよね。なんかこう非現実感を演出できるような描写、この辺は F2.8 ぐらいまで絞り込むと、この辺のエッジですよね、エッジがシャキッとしてくるので、もう普通に今時のレンズっていうような形でも使っていけると。やっぱね面白いですねこのレンズ。なので 35mm っていう1本で 200g のレンズなんですけども、めちゃくちゃ小さいねシルバースチールリム 200g にもかかわらず、2本まるでレンズの表現を持つような描写があるようなってところで、思わず開放で撮りたくなりますね。これも F2 で撮ってます開放なんで、この辺にじんでるでしょう、タクシー越しから撮って。ピポ君にピント食わせてるんですが、ここもピントは食ってるけどちょっとボワーっとなっている感じっていうところでね、非常に面白いレンズでした。はい、以上です。はい、いかがでしょうか。こちらのレンズでした。スチールリムっていうところで M11 と M11 モノクローム2つのカメラで撮ってきたんですけども、どっちもありですね。先ほど申し上げました通り、夕方娘をね、まあ半室内ぐらいで撮った
スペースで撮ったような雰囲気、 F2.8 ぐらい撮った描写とかも本当にこう無理やりね、今フィルム風とかって言って、まあ、データにノイズ乗せてとかシャドウ、フェード感出すためにトーンカーブを垂直にね、アンプの部分を垂直に持ち上げて黒を黒としてわざと締めないみたいな描写ってありますけれども、もう全然別物ですよねこのね、ズミルクスのこのスチールリムに関しては。むしろこれで一発用意してこれで撮っちゃえば、さっき言ったノイズなんかあえて乗せなくてもネガ風に撮れるっていう感じかなっていうふうに僕は思ったので、今時のこう強引になんかプリセットとかでライトルームとかでプリセット当ててみたいなやってるネガ描写、あのフィルム風描写みたいなね、ハッシュタグフィルム風みたいな、なんかこういうのとは全く一線を画した、もう唯一無二の、デジタル時代の、レンズ。面白かったのは滲むくせに、パープルフリンジとかの色かぶりが、そこの色修正が出てこないっていう、非常に計算されたレンズですよね。普通だとあれ色修正は青なり紫なりに乗ってくるはずの部分が結局滲むだけで終わらせてるってことで、面白いなって思って、そこがね、なんで昔だったらあのボワッと滲むところが、例えばですがキャノンでいうとこの、EF の 50mmF1.2 とかのレンズはもう F2よりも開放だと今みたいに滲むんですよ、ボワーっと。それは面白いんですが、もうゴリゴリにね、パープルフリンジとかが乗ってきてたんですよ。なので、まあさすがにちょっと使い物にならないかなとか、フリンジの処理とかをねわざとあの色修正を取るっていうようなスライダーで調整したりとかしたんですが、これに関してはそこがないっていうのがまたさらに面白くてですね、まあちょっと語り出すと止まんないぐらい面白いレンズなので、もう今日は優しい気持ち、とにかくレトロ感とか柔らかい描写いくぞってなったら、これ一本で何をどう取り切るかっていう感じにしちゃうと、逆にこのアポズミ飛び出てきてここと同時に撮ってしまったりするとちょっと別物になってしまうので、何かな、例えば一人の人物撮影でこのレンズで撮るとせめてこっち現代風のレンズだったとしても、例えばですがこの、ズミルクスの方で F16 にして置きピンパンフォーカスにしてノイズ乗ってくるけどそこで取り切っちゃうとか、ピントが要は面で合わせて近づいてあんまりピント合ってないみたいな、そのぐらいでこことぶつけていくと面白い描写が撮れるかもしれないですよね。なのでいやー本当に深い。なんで35-50でこれが50でモノクロにつけといて、 50mm の、最新のズミルクスの2型をM11 のカラーにしといて、モノクロとカラーで一人の被写体の女性を撮ってみるとかで、そういうのも面白いかもしれないですね。なんかちょっとこう何がどうできるかなっていう、唯一無二の表現になりすぎるので、これで撮るんだったら全部これでいくぐらいの気持ちでやった方がいいか、もしくは 1.4 とかで撮らずに、絞り込んで F5.6 あたりで撮っていっても、にじみはしないけどこうボワッとまではいかないけど優しい描写になるので、カリッカリじゃない、そこの辺も結構スイートスポットかもしれないですよね。こういう語れるぐらいどこの F 値で、表現していけば、そのスキントーンも含めたり、ちょっと人物描写でね、今後ちょっと人物のプロジェクトやろうとしてるんですよ。実は僕今ゲイスはまた違うカテゴリーで、とある人物を撮ってそれで一冊とか、なんかそういう風にできたらなっていう風に考えているので、そういう今レンズ選びを始めてるんですよね。今までの僕のゲイズの世界観とかだと、もうバッキバキにわざとしたりとかっていうところでアポ済みとかドンピシャだったんですよね。今こうやってる写真展ゲイズとかのプリントはアポ済みで全部構成してますから、平面構成上ねカキッと見せるみたいな、そういった描写を皆さんにご覧いただいてるんですが、人物撮影はまたちょっと別軸で今考えている関係もあって、こういったレンズをいろいろ今ね模索中なんですよね。だからこそこういう7枚玉とかもねわざと導入したのも、スチールリムがなかなかこれ届かなかったから、その届くまでのつなぎみたいな気持ちと、あと 135g でめっちゃ軽いので、 134g かめっちゃ軽いので、あの最軽量レンズとして取り入れてたっていう経緯で、まあスチールリムの代わりみたいな感じしてたんですが、ちょっとまた全然別物で、若干 35mm また大渋滞&沼化してるっていうような現状ですけれども、今回作例ご覧いただいた通り、何度も言いますけど西田塾でねこのデータの加工の模様やってるので、興味がある方は、まあ、僕のデータ加工の模様っていうのは多分参考には多分なるはずなんですよね。もう20年以上ねデータ触ってきている、そういった全てが注ぎ込まれますから、ノウハウが。あとはアウトプット見たければインスタグラム、モノクロと普通のカラー両方2つやってるので、そちらをチェックくださいっていう感じですかね。面白かった。
っていう感じでございます。まだまだ発見があったら今度も追ってこちらのレンズのね追加レビューっていうのもしていこうと思いますので、参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは失礼いたします。西田でした。